どうも、くまです。今回は、ウィッチのイザベル、超級2にチャレンジしていこうと思います。使っていくデッキは、前回と同様、アグロネクロを使っていきます。デッキについては、動画説明欄に、動画のリンクをつけとくので、ぜひ確認してください。それでは、超級2に行きましょうか。はい、では行こう。ここか。さて、イザベルはどんなデッキを使ってくるのかかな。まあ、1コスから動ける、まあ、スカルビーストのいい形にはなりましたが、エンスナと。レッサーマミ大量だな。でも2コス来たのはでっかいね。ウィンドブラスト。おお、1点しか出ないウィンドブラストを打ってく。しかも1点しか出ないって今引いたばっかりのやつか。エンスナー、なるほどね。なんか動きがよくわからないけど、ルーン、あ、そこにルーン打ってくるんだ。なるほどな。じゃあ、ここはレッサーマミー進化でいいかな。で、次この子が多分残ってると思いたい。エンスナー。あ、ドロシービッチなんだ。なるほどな。ドロシー進化してきて、勝ってくると。ああ、武闘でもいいな。ちょっとこれ迷いますね。武闘にしとくか。で、進化で買っちゃうか。さあ、残り4点。レッサーマミー進化で終わりますね、一応。マーリン、レビ進化で、残り2点と。勝ちですね。レッサーマミー、はいと。あっさりだな。はい、これでプラクティスのイザベルクリアと。いや、美味しいね。こんなあっさり勝てて200ルピーはマジで美味しい。それではご視聴ありがとうございました。